大谷翔平選手をこよなく応援するファンの皆様、新助ハンディマンです。3月17日シアトルマリナーズ戦、今日の大谷翔平選手は1番 DH で出場です。今日はナイトゲームです。大谷翔平選手、今シーズン初のナイトゲームになります。レギュラーシーズンはナイトゲームが多いので、ここでナイトゲームを経験したいんじゃないかなと思います。今日の大谷翔平選手の活躍に期待したいと思います。それでは参りましょう。レッツプレイボール。Leading off for the Angels, number 17, designated hitter, Shohei Ohtani. Tonight's first pitch, 6:40 p.m. Game time temperature, 70 degrees. Left fielder, number 3, Taylor Ward. Designated hitter, Shohei Ohtani. Thank you.
left fielder, Taylor Ward. Interact with the Peoria Sports Complex on social media. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at Peoria Sports Com. And like our Peoria Sports Complex Facebook page today. We're traveling light today. In the eye of the storm.大谷翔平選手は1打数の1安打、そして1つのフォアボール、そして今シーズン初の盗塁も決めました。2得点も挙げております。打率の方も6割台に乗せてきました。連日素晴らしい活躍です。明日も試合があります。明日はホームに戻ってミルウォーキーバックス戦となります。今日大谷翔平選手2打席しか立ってないので、もしかすると明日も出場する可能性ありかもしれません。引き続き大谷翔平選手の活躍に期待したいと思います。大谷翔平選手ファンの皆様も引き続き応援よろしくお願いいたします。それではまた。